元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。ここ数回、北川大輔のイリュージョンのまとめ編をお送りしております。今日もですね、手品、イリュージョンちょっとお見せしたいと思っているんですけれども、面白いですよね、イリュージョン。例えば 1+1 は普通は2になるはずなのに3になったり4になったりするという、だからわけわかんないですね。確かに絶対こう種はあります。でも種は残念ながらお見せすること、教えすることはできないです。なぜかと言ったら、友達のマジシャンの人から教わってるネタが多いからですね。お仕事でマジシャンの人とお友達になったりすると、なんかこっそり教えてもらったりするんです。ですから結構ネタが多いんですけど、でもそのネタはね、プロのマジシャンの方のネタですから、自分がそれを答えを聞いてももちろん種を教えすることはできないんですけどね。でも下手くそな北川大輔のイリュージョンをゆっくり見ていただいて、あれ、これひょっとしたらここでこう交差してこうやってるからこういう答えなんじゃないのかななんて、もし分かったら、それはそれで皆さんありにしましょう、ぜひこの北川大輔の種を破っていただいて、見破ってほしいと思っております。さあ、まずはここに1枚3枚のじゃん、ジャンボトランプがあります。いいですね、13、11、11、3枚あります、はい、真ん中のカードちょっと覚えておいてください。ハートの11、間違いないですね、はい、ひっくり返します。はい、ハートの11でしたよね、はい、これがイリュージョンなんですね。さあ、最後によかったらいいねボタン、そして、コメントもください。そしてもし種が分かったとしたら、なんかこれだかなというのを書いていただけると、自分がちょっと、バレちゃったななんて、まあいいんですけどね、確認をしたいと思っています。そしてチャンネル登録もよかったらお願いしたいと思います。さあ、今日も楽しんでいただけたらと思います。大チャンネル。さあ、それでは早速始めてみたいと思います。小皿の上に100円玉が1枚あります。いいですね。さあ、そして、グラスを用意しました。あら不思議、このコインが増えるというやつですね。いきますよ、せーの、3、2、1、よいしょ。ねえ、不思議ですね、イリュージョン。さあ、ついでのイリュージョンですけれども、じゃあこちらに空のペットボトルがあります。正真正銘ね、種も仕掛けもありません。そしてコインを1枚、ね、ハーフダラーですね、はい、でこのコインを、まあありえないですけどね、入るはずがありませんよね。でも今から入れてみたいと思います。いきますよ、3、2、1、よいしょ。ありえないでしょ、絶対ありえないですよ、ね、でも今からまた取り出してみたいと思います。テレレレレレン、テレレレレレレレン、じゃーん、以上です。続いてもコインのマジックです。はい、ここにコインケースがあります。いいですね。そして5円玉用意しました。5円玉。いいですね、5円玉ですね。はい、入れます。はい、一瞬ですからよく見てくださいね。3、2、1、優勝、100円に変わっています。不思議ですね。テーブルマジックの王道といえばやっぱりスプーン曲げですよね。今からスプーン曲げに挑戦します。ここに紙に書いたイラストがあります。スプーンですよね。手のひらに乗せます。曲げますからね、見てくださいね。よいしょ。さあ来い、おー、びっくり、ほらこんなに反ってる、見えます、ほら、うわーすごい。でこれはスプーン曲げじゃないですか。せっかくなのでね、フォークも曲げてみたいと思います。フォークです、見えます、いきますよ、フォーク曲げ、よし来い、おー、びっくり、びっくり、すごい勢いで、ほらどうですか、これ曲がってますね。以上、スプーン曲げそしてフォーク曲げでした。コインのマジックです。1ドルコイン、今も使われてませんけどね、はい。そしてこちらに、まあ種も仕掛けもあるんですけど、いきますよ、せーの、チェン、ほら、なんと枚数が4枚になりました。以上です。さあ、続いては人間からは気が出ていますよね。気が出ています。この気を使って右手と左手の間に電気を流して、それを利用して今から割り箸を動かしてみたいと思います。いきますよ、ガーッと力を入れて、3、2、1、どうでしょうか。
気を使ったイリルンでした。続いては道具を使った手品になります。ここに袋があります。よく見てください。何も入ってませんね。確認してみたいと思います。はい、確かにね、何も入ってないです。いいですね、間違いないですね。始めます。あら不思議、おまじないをかけると物が出てくるんですね。いきますよ。さあどうだ。 おすごいカラフルなもの出てきた。ほら、見えない。ほら、いますよ。ほら、すごい。どんだけ出てくるの、どんだけって感じ。はい、いますか。あ、まだ出てる、まだ出てる。以上です。今回の動画のラストのイリュージョンになります。ここにジャンボトランプを用意しました。今からこのトランプをこの何も入っていない額縁の中に投げて、なんと収めてしまうというページなんですね。これは4次元パーラーアンデルセンのマスターがやっていたウルトラシー難度の手品です。イリュージョンです。さあ行ってみたいと思います。3、2、1、優勝。どうでしょうか。すごいイリュージョンでしたね。楽しいですよね。なんですかね、ありえないことが起こったりするとえーって思う、このドキドキ感と、そしてなんか絶対あるんだよって覗き込んでもらってっていうのもまた楽しいですよね。また新しいネタをたくさん仕入れて皆さんにぜひ届けたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。